4. 大勢の弟子職人の間には、棟梁に叱られた者も、恨んでいる者もないとは限りませんが、その晩から朝へかけて、棟梁の部屋に入った者も、神棚の下に近づいた者もありません。その中で神棚に近づいたのはたった二人。東兵衛の身の回りの世話をしたおすぎと、 娘のおゆうの他にはありません。平次は、展示で娘のおゆうに尋ねました。おゆうさん、親が命を投げ出したほどのデージだ。この絵図面を探し出さなきゃ、大名が一件潰れるぜ。知っていることを隠しただけでも、どんなに罪が深いか知れない。打ち明けて、 話してくれまいか。誰も聞かないところで、平次は娘のお湯うへ、こう説いたのです。下女のおすみは何か知ってるに違いありませんが、弱々しく頼りないように見えるくせに、なんとせめても口を開かず、この娘をこんなに強情にするのは、恋人か主のほかにはないと見込んだ平次は、とりあえず、 東兵の娘、おゆうの口から、事件の鍵を引き出そうとしたのでした。では、この場限りでございますよ、親分さん。おゆうはとうとう口を割りました。その頃にしては、少しとうの立ちかけた二十歳。さして美しくはありませんが、育ちのせいか、あか抜けがして、 娘らしい魅力に申し分はありません。悪気でしたことでなければ、決して人に言ったり、おめえを罪に落とすようなことはしない。一体どんなことがあったんだ。そう言われると、おゆうはさすがに気がくじけます。言ってのけようか、言わずに済まそうか、しばらくは迷っている様子でした。 手紙を書いたんじゃあるまいな。大垣家門様へ。平次は、さっきの手紙。釣り筆で書きながら、なんとなく女の筆跡らしいのを思い出したのです。いえ、そんなことは存じません。では。申しましょう。帰って変な疑いを受けては困ります。その通りだよ。 おゆうさん、今では後悔しておりますが、お墨に言いつけて、お父っつぁんがご飯のうちに神棚の絵図面を取らせたのは、私でございます。親分さん、びっくりなすったでしょ本当に悪いことをしました。でも、その絵図面がどんなに大事なものか、うすうすは知っていましたので。 私の部屋の置き所の上へ置いて、すぐ元の神棚へ行ってみると、すぐ、何か気がかりでじっとしていられませんでした。そっと元の神棚のところへ行ってみると、神棚にはつい今しがたお隅に取らせて自分の部屋へ置いてきたばかりの多頭に入った絵図面が備えてあるではございませんか。お湯の話は、 かなり変わっております。しばらくはあっけに取られておりましたが、念のために私の部屋へ帰ってみると、そこに置いたはずの絵図面がございません。そのうちにお父っつんは神棚の絵図面を取り下ろしてお屋敷へ行ったので、そのままになってしまいました。誰か私がうろうろしているうちに、 私を凝らしてやるつもりで私の部屋の絵図面を取って神棚へ返したこととばかり思い込んでおりましたお角に聞いても良介に聞いてもそんなことは知らないと言いますが良介というのは多吉と共に死んだ藤兵衛の大事な弟子であったことは二世図面に書いた名で平次も知っております どうして神棚から絵図面を取る気になったんだ誰に頼まれたんだ不思議な娘心を平時も追求せずにはおられません。お父っつんがあんまりだったんです。三年も前からの約束を保護にする気なんですもの。私はつい絵図面を隠してほんの半日でもお父っつんを困らせ、三年前の約束を 思い出させたかったんです平治は二十歳娘の盲目な恋を火のように近々と感じておりましたが追求したところでこれ以上は言わなかったでしょう奉公人たちの心持ちや口裏を探るとおゆうと三年前に約束したのは内弟子の良介で いずれは婿に入れて、唐兵衛の後を継がせる口約束までしましたが、男ぶりに似合わず腕の鈍い良介は、次第に唐兵衛に愛想を尽かされて、近頃は、勤めて、娘をやる約束を忘れさせようとしている様子だったのです。とうとう嫁入りの時を遅らせて、二十歳島田の嘆きを見たおゆうが、 近くこの矢から放り出されそうな良介のために、大事な絵図面を隠して、一か八かの大論判を父親と開くつもりだったのでしょう。